はい、一目から白髪染め上がりましたのでブローします。これもオゾンでね、うん、脱臭してます。うん、毛染めの匂いが、ね、ああ抜けるようにか、抜けるようにね。脱臭と、うん、まあ、殺菌もそうだけど、うん、あのトリートメント効果あるんですよ。これした方がねサラサラになるから、うんうんうん、これしてます。このイチゴからの場合はさほど匂いが残らないんだけどね、うんうんうん、で髪の毛もパサつきはないでしょ。ないないないね、うん、痛みがやっぱり5分の1だくつは本当だよね、うんうん、これで髪の毛のね毛染めの匂いが取れますから、うん、うん、なんだね。そうですね。今オゾンはさ、うん、なんていうの、水道水のさ殺菌もできるの、うん。あ、そうなんだ。うん、東京都の金町の浄水場のさ、うん、水はよく臭いところやったんだけど、うん、今オゾン殺菌してるから、あ、今は本当マジでね、うん、美味しいっていう話になる。パーマかけた方がいいんかな。いや、まだ大丈夫、これだけやるそんな薄いっちょほどなじゃないよ、まだ。そう、うん、まだ心配ない。抜けが多いからさ。え、抜け毛が多いからさ。はいはい、そっか、猫毛みたいに入るね、うん、天井がすだれになってるね。天井がすだれになってるんですよ。まだ大丈夫だよ。はい、お疲れ様でした。終わり。